さあ今日はですね、大野咲子さんに来ていただきました。はじめまして。初めての写真出版ということで、はいはい、これパープルから、はい、姫野さんと作ってます、はい、で今日届いたばっかりということで、実はこれをですね店に来てくれたんですけども、内容がすごく面白かったので、まあ、今急遽動画を撮りましょうってことでお願いして急でびっくりしてます、はい、じゃあちょっと早速この家族の後先っていう写真集見ていきたいと思うんですけども、これ面白い、大事ですよね。これ白押しになってるんですけども、はい、あの鈴木千佳子さんっていうデザイナーの方が手書きで作ってくれたロゴというか文字ですね。これがで先ほどちょっとね拝見したんですけども、その一般の写真集とちょっと違っててアルバムっぽいのね、うんうん、でこれね最初何の写真集かなと思っててね、こうやって病院のこの患者姿というかね、これはセルフポートレートでこうレディーズが 長くねこう伸ばしてる、うんうん、エアレディーズかなこれ。そうです、はい、ね昔のやつだね、うん、フィルムのカメラで撮ったんで、はい、あそうなの、これ全部フィルムなんですか、と部分部分デジタル混ざってるんですけど、うん、ほとんどフィルムです。余計だからアルバム的なイメージが強くなるんでしょうね、うん、さあこれは一体何を撮ってるというか、これは一体どういう姿なんですか。実際のこの写真集自体が不妊治療を通した私の経験を通して、うんはいまあ、家族の形というか家族の変化空気とかを撮ったようなものなんですけど、うん、この手術着を着てるものは、うん、だいたい体外受精とかのステージまで行くと採卵って言って卵巣から卵を取るんですけど、はい、そういう処置を受けるようになるとこういう手術着着て処置を受けることがあるんですけど、はい、結構何度も繰り返したり、うん、こう頻繁に通院したりっていうことがある不妊治療なんで、そういう周期性とか繰り返しみたいな意味合いが出るかなと思って、そのセルフポートレートを使ってます。これ卵子、これは受精卵です。受精卵、はい、これを実際自分の体に戻して、うん、まあ実際は、ね、着床しなかったんですけど、うん、まあその受精卵ですね。この問題っていうのは、うん、多くの人が結構多くの人が抱えてる問題だけど、あまり語られないですよ ね語られない問題で、うん、プライベートなものとして、うん、でもその人たちにとってはものすごい深刻な、まあ、出来事なわけですもんね。すごいなんかこれアルバムっぽいなっていう印象があったんですけど、なぜこれアルバムのような形式にしたんですか。これいろいろこの形になるまでにいろんなセレクトとか組み方とか試したんですけど、うん最終的にそのまあ細かい話だと姫野さんとこう作品見てもらう間にこういろんなワークショップ受けたりポートフォリオレビュー受けていろんな人のアドバイスもらったのを取り入れすぎてわけわかんなくなってた時に、うん、姫野さんがこうプライベートなもの扱ってるのに、うん、公のものみたいねっていうコメントされた時に結構刺さって、はいはいはい、確かにもう誰の作品作ってるのかわからなくなってきてたんで、うん、一回それまでのセレクト全部捨てて、うん、もう一から全部の写真見直してで組み直すって時にふと自分のお母さんのことが なぜか思い浮かん でお母さんが子供の時に私のために作ってくれたアルバム、うん、幼少期のアルバムがあるんですけど、はい、それを参考にセレクトとか、まあ、レイアウトもちょっと真似したりとかして作ったでアルバム形式になりました。そこにアルバムがあるんですよ。で今日ねたまたま持ってきていただいてたんで これはね今ね初めて見るんですけど、これはかなり良くて、これはちょっと意識したんですか。このあしました、やっぱりこのアルバムもそのデザイナーの鈴木さんも姫野さんにもこのアルバムを見てもらったんで、はいはい、多分この印象もあって多分赤い布張りになったのは赤い布張りだこの母親のアルバムの影響だと思います。まだこういうアルバムがあった時代なんだよね。ありました。そうかすごいなこれは。へえ。これ名前ですよね。
だからデコレーションってこうすごいんですよね、こういうお菓子の裏に貼ったっていうのはラベル取っといて多分貼ってるんですよね。このね、家族のアルバムにかなう写真集ってなかなかないんだよね。やっぱこのイメージがすごく印象にあってっていう、これなんか手続きで立ってるのとですね、印象が似てますね、はい、これがベースになってこっちができたっていうのは面白いですね、はい、だって奥付けにも母の名前入れてたりとか。なるほど。編集参考で母親の名前を、うん、まあ、これは今パープルで、まあ、できたばっかりの写真集なんですけども、はい、実は不妊治療っていうことを題材にした写真集って他にもあるんですよね、うん、はい、実はあのよくね、あのニーベチャンネルにも出てきていただいてる、うんうん、まあ、鈴木真由美さんの北条が、そうなんですけども、彼女も不妊治療をする中で、うんうん、自分の体とそしてあの野菜なんですよ ね、うんうん、そうですね、野菜っていうのが冷凍室に入れられたままになって、うんうん、まあ、ある意味干からびてしまった、その役に立たなくなった野菜と、うんうん、まあ、自分をちょっと重ね合わせるような、うんうん、作品を作ってて、うん、まあ、こういったもので、はい、まあ、いろんなイメージを重ねながら、うん、彼女の不妊というものを題材にしたのがこの北条っていう、うん、はい、北条っていうね、ちょっとある意味皮肉なタイトルにはなってるんですけども、ね、うん、これは実は鈴木さんと一緒に話しながら、まあ、工場っていう名前、うん、まあ、タイトルをつけたところがあって、はい、女性ってグレートマザーっていうイメージがあって、うん、全て の、 この根源になってるっていうのが人類のベースになってたりするんですけども、うん、それは子供を産むっていうとこから来てるわけですよね。だから北条の女神っていうのは女性が、うん、で表されるんですけども、まあ、子供が産めないっていう、うん、そういう社会的にですね、うん、今までだってたら欠落してるって思われてるとこがあったわけですよね、うんうん、だから不妊治療っていうのもなかなか外に対して言い出しづらかったし、まあ、子供が産めないっていうことに対しての負い目をずっと、うんうん、まあ、女性は感じていたっていうとこもあるわけなんで、うんうん、はい、まあ、彼女はまあ不妊、治療っていうことをここで北条で題材にしてたんですけど、うん、他にもあって、これがちょっととね、面白いなと思ったのが、ね、その不妊治療っていうものの抽象度をめちゃくちゃ上げてって、うん、そういう意味で言うと、あのこっちのね、あの大野さんの作品っていうのは非常に実際のね生活の中の具体性が強くて、うん、これは野菜を使ってっていうことだったんだけど、うんうん、もう一つ上の抽象度で、これがね結構面白いと思ったのが、ね、エンプティーネストですね、はい、うん、あの殻の巣、まあ、鳥の巣を表してるんですけども、うんうん、これ何ですか、これね、コウノトリ、コウノトリの巣ですね。まあ、コウノトリは、まあ、赤ちゃんを運んでくるっていう、うんうん、まあ、言い伝えがあるわけなので、その私のところなんで運んでこないんだっていうコウノトリに文句を言いに行こうと、アルザス地方、はい、アルザスはフランスです、ね、フランスのとドイツの間ぐらいですね。アルザスに行って文句言いに行こうと思ったら、うん、もう海を渡ってていなかったっていう、渡り鳥だからその時いなかったんだ、うん、でその殻の巣を取るっていうのが、まあ、ちょうどでもね、その、うん、不妊の治療っていうのとこう絡んでくるというか、そうですね、これがね、でもね、写真のイメージ自体がすごくいいんだよね、うん、これ面白いなと思いましたね。なんか光もいいですよ ね、 なんかこの曇ってる時間帯にわざとしたのか、セレクトでそうしたのかわからないんですけど、そうですね、だいぶこれは意図的にですね、青空じゃなくて白い空をベースにしているっていうところが、もしこれが青空だったら別の意味合いが出てしまったでしょうね、うんうん、こんなにいっぱいあるんだね、コウノトリの巣ってね、っていうシンプルな発見もありますよ ね、 ね、それとこの環境っていうかね、うん、このアルザス地方の建築とか、はい、そういったものも見えてきて面白いですよね。こういった衣装っていうか、うんうん、デザインというかね、あと屋根にこう鳥の巣の
た鳥の糞とかがこう模様になってたりとか、やっぱ建築とのその動物との絡みとか、これをだから排除せずにこれを認めてるっていう文化も面白いなっていう、かなり邪魔っ気だよね。確かに家の屋根の上にこうね巣を作られると、煙突に作られたりするとかなり厄介だと思うんですけども、それをなんかこう、あ、こういう模様とかも、はいはい、多分建築、人間が作った建築と鳥が作ったこの模様とかもなんか不思議な形を作ってて気になるとこです。でこれが最後の最後にここにいるんだよね。可愛いですよね、愛らしい、はい、うん、1匹だけいましたと。で、まあ、これがまあ日本の作家が今確認できてるっていうか、大野さんが知ってる中でのこの3人です ね、 そうですね、この3つが、はい、まあ、不妊の問題を扱っているわけですけども、うん、これってまあ世界的な問題っていうか、う、女性が抱える問題でもあるので、うん、やはり海外の作家もそういった活動してる方いらっしゃるわけですよね、うんうん、そうですね。でこの作家は、フィンランドの、フィンランド北欧ですね、はい、この人のタイトルが面白いっていうか、これですね、これどういう意味ですか。カルペファッキンリュームで、カルペリュームが今の瞬間を生きようみたいな意味なんで、うん、まあ、それに対してファッキンだから中指立ててる、ね、怒ってるんですかね。で彼女も、まあ、その不妊治療をする中で中指を立てざるを得なかった人の一人なわけですね。なんかお会いしたことないのにすごいなんか、うん、勝手に親近感を覚えちゃう気持ちになりました、このタイトルを訳した時とかに。なるほどね、なんでだよっていうところだよね。はい、あ、こういうたくさんのものをこうごちゃっと置いて撮るみたいなのって、うん、やっぱり自然と私もやってたなと思って。今大野さんは、コマーシャルフォトグラファーになるんですね。そうです、はい、お仕事とかなりわいとして、はい、まあ、だからそういったものっていうものに対しては、うん、写真に対しては通常は広告を撮ってるけども普段は、はい、まあ、今回は自分の、うん、まあ、問題というかね、はい、経験したことを写真集にしたっていう、ね、そうですね、初写真集ですか。初めてです、うん、でもこれちょっとねさっき話したんですけど、スウェーデンの、あ、フィンランド、あ、ごめんなさい、フィンランド、これね、フィンランドのこの光ってやっぱ特別ですね、うん、そうですね、まあ、言われるまでちょっとそこを見てなかったんですけど、そう言われると影のなんか長さとかグラデーションとか回り方が全然違いますよね、はい、見るところ、大野さんはこの、彼女のに入り込んで内容を見てたけど、うんうん、僕はこれ最初パッと見た時に光を見て、なんでこんな光になるのっていう、そう言われるとそうですよねっていう話になりましたよね。北欧の光ですよね、これもとても美しい光の中なんだけども、うん、抱えてる問題としては非常にプライベートな、うん、プライベートだけども、でこれは結構社会的で、うん、多くの人の問題でもあるわけですよね。これちょっとやっぱ西洋絵画的な光が、ね、そこの光が家の光だけでそんななるっていう話ですよね。これだけですよ、これ、うん、多分他の光使ってないと思うんですけども、なぜこんな風な光がなるのか、でこれ日本で撮ったらこうなっちゃうんですよってなったのがこれですよね。近いようなポージングなんだけど、でも全然違う、光的に違うっていうのが、うん、どっちもなんか悲しさがありますよ ね、 そうですね、なんか光の周りから違うんですけど、これちょっと西洋的な悲しさのイメージがあるんだけど、これは写真集のまあ美しさとしてもすごいなって気しますね、うん、ちょっとねここ、裸が多いので、うん、まあ、こういう光を使いながらもこういうとこに住んでいながらもっていう、うん、これも美しいね、うん、でこれがですね、はい、海外の作家で、これがね大野さんの、作品という、うん、家族の後先、これ
どういうタイトルの付け方だったんですか。まあ、何パターンかあったと思うんですけども、タイトル多分16回ぐらい考えてるんですけど、最初はどんな感じだった。最初はなんかマザーっていう言葉をこうひっくり返して、うん、まあ、転んだみたいなイメージでつけてたんですけど、いろいろそのセレクトで瞑想する中でいろいろ変わってったんですけど、うん、途中でその不妊治療にをただ取り上げる写真だと入り口があまりにも狭いなと思って、うん、ちょっと家族とかあとアルバムっていうのを取り入れたのもあるんで、不妊治療っていうよりは家族っていう切り口でタイトルも考えておこうってなった時に、まあ、家族になるとか家族の始まりと終わりとか、うん、まあ、終わったわけじゃないんですけどの観点で考えて日々考えてたんですけど、家族の何々なんとかの家族みたいなのをこう日々こう考えながら過ごしてる中で、なんかコロナになって寝込んでた時に、うん、あのドラマ見てて、はい、あのファーストラブって流行った、あれを見てた時に何話かのタイトルに夢の後先っていうタイトルがあって、うん、それを寝込みながら見てたら、あ、これ後先って使えるなと思って、家族の後先ってつぶやいてみたら、あ、ハマるかもと思ってそれで決めました。後と先だから今なんだよね。あ、そこそうですか、うん、後先だから、後先、家族の後先、後先、家族の後と先で今の話、話っていうことになるわけですね。そうですね、はい、いいタイトルだなと思ったんで、ありがとうございます、はい。今日はですね、できたばっかりです、2月22日できたばっかりの大野咲子さんの家族の後先を見せていただきました、はい、ありがとうございました。